水たまりだらけの道を急ぐ行き交う車、ひっきりなくて無数のライトが眩しすぎた通りの影を見つけて止まる。昨日までの約束時を刻む時計の針を目で追う、おとぎ話みたいな逆さまの世界、もっともっと素直になれたらな。秋の初めの少し肌寒い朝9時、ガソリンスタンドに寄って缶コーヒーを飲んで、246山手通り初台から首都高、そして中央道は大渋滞、八王子まで2時間、相模湖までは3時間半、山梨にいる君と会うまでの6時間で僕ら君への歌を作ることにしたんだよ。君のことを話し合ったんだよ。デパビデブララララララビビデパビデブ